キーパー山本大太です。1本目先行のセレッソ、左に蹴ってきました。キーヨータケ大前は166センチです。エスパルスの一人目と、どうだった、触りました。キムジンヒョン、いやー惜しい。大前選手はホッとしましたね、はい。この触ったことがエスパルスのキッカーにどう影響を与えるか。手首が曲げたって感じでしたもんね、今ね。あ、もう順番も一緒ですね。2人目キム・ボギョンです。左に決めました。変えてきましたね、前のゲームね。選手ってそういうのあるんですよ、はい、読まれてるんじゃないかな、これ情報が入ってるんじゃないかなっていうね、はい。キーパーの山本もコースには飛んでいました。エスパルス2人目はアレックスです。左利き、1人目大前のキックに対してキム・ジンヒョンは触りました。キッカーから見て左に蹴って触りました。実は短いんですね。また触ったが決めた。2本続けて触りました。キム・ジンヒョン、エスパルス決めました。悔しいでしょうね、ぴったり反応してるんですけどね。はい、一回逆サイドにステップ踏むじゃないですか、フェイントなのですかね、はい。この一歩がこっちに来れば止められてますけどね。3人目は倉田です。逆をつきました。続けて触っているキム・ジンヒョン、丸橋がいきます。強烈な左足がありました。 PK はどうでしょうか。あっと、キム・ジンヒョンも今日当たっています。止めた。ゴール裏から大きな声援です。勝てばベスト4進出。バンド思いっきり打てんじゃないですか。おっとさあ外したバンド、丁寧に行きました。決定、ベスト4進出です。今日は当たっているキム・ジンヒョン、タワーのあるボスナー、距離を取りました。決め、
さあキーパー同士の対戦。おっと外した。セレッソ勝ちました。ベスト4進出はセレッソ。クルピ監督、まだラストゲームにはなりません。国立へ行こう、国立へ行こうよ、ケニーと行こう、国立へ行こう、国立へ行こう、国立へ行こう、レビーと行こう、国立へ行こう、国立へ行こう、国立へ行こう、レビーと行こう。ですけども、そしてその後エスパルスに PK が生まれます。高原のシュートがハンドになって小野が右足丁寧に流し込みました。前半の23分、1対1追いついて、そして延長戦に入って延長前半の3分、パスを選び続けていた清武が自分で行きました。ちょっとシュートだったろうなというような反応でしたよね。しかしその11分後、延長前半14分、途中出場の高木、まあ、見事な個人技でしたね。2対2、120分で決着がつかずに